かつて右から左に書かれていた横書きの文字、今では完全に左から右へ読むことが常識となっていますが、なぜ昔の横書きの文章は逆に書かれていたんでしょうか。こんにちは、女子高生 VTuber の春日陽です。今回は戦前の横文字が右から左に書かれている理由について解説します。皆さんはレトロなものといえばどんなものが思い浮かびますか？レトロさを表現するものの一つとして横書きの文字がありますよね。昔の横書きの文字は右から左に向かって書かれています。皆さんも昔のお店の看板などで右から左に書かれた文字を見たことがありますよね。昔のお金も右から左に文字が印刷されています。なぜ昔は今とは逆方向に横文字を書くのか説明することはできますか？この動画はレトロな歴史や文化に興味がある人に向けて、今日から使える歴史雑学を知ってもらうための動画です。友達や同僚、上司との会話で困ったら話してみてね。街中でトラックやバスを見かけることがありますよね。トラックやバスには社名や会社のロゴが書かれていることが多いですが、向かって右の面は必ず右から左へと読む仕様になっています。子供の頃は読み方が分からず不思議に感じていた人も多いのではないでしょうか。これは車の進行方向と同じ向きに文字が読めるようにという工夫なのですが、かつての日本では全ての横文字が右から左に書かれている時期がありました。一体なぜ右読みになっていたのでしょうか。この動画を見るとかつての横書きの文章が右から左に書かれている理由を知ることができます。長年の謎が今からすっきり解けちゃうかもしれません。もっと詳しい情報を知っている方がいたらコメント欄でぜひ教えてくださいね。今回紹介すること以外にも、このチャンネルではレトロな歴史や文化、そして明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、そういった動画を見逃したくない方はぜひチャンネル登録もしておいてね。ということで早速見ていきましょう。日本の文字の歴史。まず日本に横書きの文字が導入されたのがいつのことなのか皆さんはご存知ですか？正解は江戸時代です。日本の文章は本来縦書きで書くのが主流でした。1788年に蘭学者の大槻玄卓という人が蘭学の入門書蘭学改訂を刊行したことで、日本に横書きという概念が入ってきたと言われています。1788年は天明8年なので江戸時代中期の出来事です。この蘭学改訂ではオランダ語の文章が紹介されていたため、横書きの文字の存在が当時の人々の間に周知されたんです。さらに江戸時代には日本語を横に組む独特な書体も生まれました。江戸時代は文字を変形させたり絵に見せたりする文字絵が人気で、文字遊びが盛んに行われています。その一つとして生まれたのが花魁文字です。花魁文字は一見すると外国語の筆記体に見えますが、90度回して読んでみるとひらがなとして読めるという面白い文字です。ひらがなを崩して書いて横向きにしただけの花魁文字ですが、日本の横書き文字の先駆けの一つという見方もあるようです。花魁文字が使われた本として有名なのは文化3年に刊行された式亭三馬の小野馬鹿村嘘字尽くしという本です。この本は小野高村歌字尽くしという本のパロディ本なんです。ユーモアたっぷりに書かれたこの本にはひらがなを崩して横向きにした花魁文字が載っています。その後明治時代に入って政府による欧米化が進められると、日本に欧米文化がどんどん入ってくるようになります。当時の英和辞書や英語の参考書は横書きの英語に横に倒した日本語の解説を併記、または英語を横に倒し縦書きの日本語を併記という方法で記載されていたそうです。すごく読みづらいですよね。ではなぜ日本では縦書きの文化が定着したのでしょうか。欧米をはじめとして多くの国では横書きが一般的な文字ばかりですよね。日本語が縦書きだった理由を探るため、日本の文字の歴史についておさらいしますね。大昔の日本に文字はなく、言葉で伝えることが全てでした。そして4世紀から5世紀に中国から縦書きで書く漢字が伝わり、日本でも漢字を使って文字のコミュニケーションを取るようになったそうです。
でも漢字だと画数が多すぎて書くのが面倒ですよね。そこで登場したのがひらがなとカタカナです。ひらがなもカタカナもそれぞれの読みに当てはまる漢字が簡略化されたものです。女性が漢字を使うのは好ましくないとされていたため、女性は主にひらがなを使い、男性がカタカナを使っていたようです。このように中国から伝来した漢字がもともと縦書きの文字だったことから、日本でも縦書きの文化が定着したんです。ちなみに漢字も仮名も縦書きを前提とした書き順で作られているといいます。漢字については楷書体では縦書き向きとは思えないかもしれませんが、日本で生まれた行書体や草書体は縦書きに適した書き方となっています。ではなぜ中国の漢字は右から左の縦書きが主流なんでしょうか。縦書きはなぜ右から左、横文字を右読みで書く理由は、昔から日本で使われていた縦書きに影響されているからというお話をしました。ではなぜ縦書きでは文字を右から左へ書くのか、理由を知っていますか。はっきりとした理由は分かっていませんが、推測される理由はいくつかあります。まず一つ目が巻物の存在です。漢字が誕生した中国ではかつて木簡や竹簡と呼ばれるものを使っていました。これは短冊状にカットした文字を書くための板です。昔はこれをつなげてぐるぐる巻きにして保存していたようです。これが後に紙製の巻物になりましたが、木簡や竹簡と使い方は全く同じです。巻物は左手で紙を持ち、右手で書き、右手で紙を引き出します。そのため右から左へ書くスタイルが定着したと言われているんです。二つ目は字を書くときに手が汚れないためです。昔は文字を書くときに筆と墨を使っていましたよね。右利きの人が文字を書く場合、左から右に書くと紙を押さえる左手が汚れてしまいます。そのため右から左に書くのが定着したという話もあるんです。今では鉛筆やペンを使って字を書くため、むしろ縦書きだと手が汚れてしまう人も多いですよね。しかし筆を使うときは筆を持つ手を紙につけないため、右から左に書いた方が手が汚れなかったということなんですね。ただ本当の理由は現在でも不明のままです。このように日本でも縦書きは右から左に書くという常識が定着し、それが横書きにも応用されるようになったんですね。でも欧米の横書きは左から右に書きます。かつて縦書きで中国に習ったように横書きも左から右に書けばいいですよね。しかも横書きが日本に広まった明治時代は、政府が欧米と同等以上の国力をつけようと奮闘していた時代です。欧米の文化を取り入れるなら、日本語も欧米と同じように左書きの横文字に統一するべきだと思いますよね。なぜ日本では右書きという独特な書き方にしたのでしょうか。実は昔からあった右読み、実は横書きの文字が一般化する明治時代よりも前に、日本に横書きで読む文字は存在していました。それがのれんや看板など横長のものに字を書く場合です。のれんや横長の看板は縦書きするにはあまりにも高さが足りませんよね。そのため縦書きの要領で一行を一文字として右から左に文字を書いていたんです。つまり右から書かれた横書きは横書きに見えるだけで、実は縦書きだったんですね。今でもうどん、うなぎなどと右読みで書かれたのれんや看板を時々見かけますよね。他にもお寺や神社の変額など、日本に昔からあるものに書かれた文字は右から左に読むように書かれているものが多いそうです。そして先ほども紹介した通り、江戸時代中期に日本で刊行された蘭学の書物にオランダ語が記載されていたことから、日本でも横書きという概念が生まれます。ここから日本でも徐々に文字を横書きするケースが増えていくのですが、江戸時代末期から戦時中までは横書きに見える文章には右から左へ横書きする右横書きと、現在と同じように左から右へ書く左横書き、それと一行一文字の縦書きの3つが混在していました。昔の横書きが全て右読みで書かれていたわけではないんですね。横書きが導入されたばかりの時期にも欧米と同じように左から右に横文字を書く現在のスタイルはありました。また括弧などの記号を横書きと同じ向きで書いてあることから、一行一文字の縦書きではなく正真正銘の右横書きも登場し始めます。例えば一行一文字の縦書きであれば括弧の向きも縦書きになるはずなので、このように書くのが正解ですよね。しかし当時の右横書きには括弧をこのように書いている文章もあったため、
これは縦書きではなく横書きであることがわかります。当時の人たちからすれば、縦書きと同じ地点から読み書きができる右横書きの方が馴染み深く読みやすかったのかもしれないですね。のれんや看板のケースも含めると、当時は右横書きと左横書き、一行一文字の縦書きが同時に使われていて、大変ややこしい時代だったわけです。町の看板も右横書きと左横書きが混在していて、一見するとどちらから読むのか全然わかりません。ではなぜ政府は当時の書き文字の方向を統一しなかったのでしょうか。それは昭和時代の日本の風潮として欧米崇拝を嫌う時期があったからだと言われています。明治時代以降は政府によって欧米化が進められ、洋装や洋食などをはじめとして様々な欧米文化が流入しました。そのため一時期は日本語も欧米と同じように横書きは左から書いた方がかっこいい、先進的とされている時代がありました。また欧米諸国とやり取りする人は欧米に合わせた文章の書き方をするために横書きの文字を左から書く必要があります。そのためエリート層を中心に徐々に横書きの文章を左から書く風潮が広まっていたそうです。他にも早い段階で左横書きが主流となった書物はいくつかあります。漢数字ではなくアラビア数字を使うようになった理数系の教科書や技術書、英語を多く使う英語の教科書や辞書、西洋の楽譜をそのまま取り入れた音楽の教科書などがそれにあたります。実際に大正時代の音楽の教科書や英語の教科書などで左横書きが採用されているのを確認できます。しかし日本が戦争の時期に入ると、敵国である西洋諸国の考え方や行動、文化などが日本から排除されるようになります。この時期になると日本古来の伝統や文化を守り、欧米文化を排除しようとする国粋主義という考え方が広まりました。すると本来の日本の縦書きと同じ右横書きの方が日本的でいいとされ、右横書きが推奨されるようになったんです。もしうっかり左横書きで文字を書いたら愛国心がないとみなされることもあったといいます。さらに新聞社の中には左横書きで書かれた広告を掲載しない動きがあったり、町では左横書きの看板を掲げる店に反感が集まったという話もあります。また劇作家佐藤光六のああ玉杯に花受けてという小説にもこのような場面が描かれています。英語の授業のシーンでは生徒が英語の日本語訳を左横書きで書いたために先生に激怒され、敵国の真似事をするなんていかがなものかというような言葉をかけられました。さらに日本の文字はずっと右から左に書かれてきたことを持ち出し、愛国心をあらわにしています。このように戦時中の日本の書き文字は右横書きこそ日本らしい書き方であり、左横書きはすぐに新しいものに飛びつきたがる軽薄な人間が書く書き方だと認識されていました。一時期は右横書きが良しとされていた時代があったんですね。横書きが左読みに統一されたのはいつ？消える右読み。現代を生きる私たちには馴染みのない右横書きこそが美徳とされていた時期がありましたが、今はほとんど使われていないですよね。右横書きはいつ廃れたのでしょうか。実は戦時中にはすでに左横書きに統一しようという動きがあったと言われています。文部省図書局国語課が昭和17年に右横書きと左横書きが混在している当時の様子を見て、横書き統一案要項を作成しました。これは多くの文章が左横書きで書かれているけれど、中には右横書きも存在する状況に対してどちらかに統一する必要があると主張するものです。そして左横書きの方が右横書きよりも実用的とされ、左横書きが推奨されるようになりました。そしてこれをもとに国語審議会が左横書きへの統一を目指し政府へ提案しました。しかし右翼と呼ばれる偏った政治思想を持つ人や保守的な考えを持つ人から猛反対にあっています。時はまだ戦時中、敵国の思想や文化を受け入れがたいものとする考えがかなり多くあったんですね。結局戦時中は横書きの方向が統一されることはありませんでした。そんな右横書き派対左横書き派の対立は戦後に入ると意外にもあっさりと幕を下ろすことになります。戦後になると日本はアメリカの GHQ の占領下に置かれることになります。すると再び欧米の印刷物や翻訳文書などが世間に出回るようになり、左横書きのものが主流になり始めました。
さらに GHQ がローマ字を使うことや漢字を排出する運動を行ったことによって左横書きこそが革新的な文字の書き方だとする考え方が現れ始めました。逆に右横書きは保守的で古臭いとされるようになったといいます。さらに昭和21年頃になると新聞、雑誌、はがき、紙幣など日本で作られる印刷物も左横書きで印刷されるようになりました。例えば新聞は見出し部分を右横書きで書くのが長年の主流でしたが、昭和21年に読売新聞、昭和22年に朝日新聞が見出しを左横書きに統一しています。多くの人が読む有名な全国紙が左横書きを採用したとなると民衆の間に浸透するスピードが早まりそうですよね。さらに昭和26年には公用文作成の要領という政府が公式な文章を作る時のルールが作られ、そこで横書きの文章はなるべく左横書きとするとされました。これによって右横書きはほとんど姿を消したと言われています。今ではほとんどの横書き文字が左横書きで書かれるようになりましたね。近年では数少ない右横書きの表記がついに失われようとしています。例えばトラックの右側面に書かれた文字は実用的な意味で右読みにされていると先ほどお話ししましたよね。しかしそれを読みにくいと感じる人が増えたためか左読みに改めるケースが増えたといいます。皆さんも街でよく見かけるスジャータのトラックは2018年から新しい車両には右横書きではなく左横書きで会社名が書かれるようになりました。昔の日本特有の右横書きが消えていくことに一抹の寂しさを感じますが、右横書きが一般的ではなくなった今はレトロさの象徴として使われるようになりました。近年ではレトロブームによってレトロモチーフのファッションアイテムなどが多数展開されていますよね。中にはあえてレトロさを演出するために右横書きで文字が印刷された商品もあり、それがエモいと人気を得ているんです。レトロブームは2022年に引き続き2023年も続くのではないかと言われているので、私たちが右横書きを目にする機会はしばらく増えそうですね。しかし右横書きだけではなく、昔から日本で使われていた縦書きすら最近ではあまり見られなくなりましたよね。漫画や小説などの読み物や新聞、国語の教科書などの紙媒体の文章は今も縦書きで書かれているものが主流ですが、それ以外のパソコンやスマホなどで読む文章は横書きがほとんどです。皆さんが普段目にしているネット記事や SNS、 そしてまさに今ご覧になっているこの動画のテロップも横書きですよね。その一方でバスや電車の路線図などでは横書きと縦書きを組み合わせてとても見やすい図となっています。現在は横書きと縦書きの両方がうまく共存している状態ですね。縦書きが完全になくなることはないかもしれませんが、今後は縦書きが使用される場面はさらに限られてくるかもしれません。右読みがデフォルトの国もある。先ほどのご紹介で戦後は GHQ の運動もあって日本の左横書き文化が加速したとお話ししました。ということはもしかしたら日本がもし戦争に負けていなければ横書き文字の未来は違ったものになっていたのかもしれません。実際に世界には横書き文字を右から左に書く右横書きが主流の言語もあるんです。主にイスラム圏で使われるアラビア語や、主にイスラエルで使われるヘブライ語、中東地域で使われるペルシア語は右横書きで文字を書く言語です。他にもパシュトゥー語、ウルドゥー語、シンド語も同じく右横書きの言語で、このような言語のことを RTL 言語と言います。さらにモンゴル語は縦書きを左から右に書きますし、古代ギリシャでは左から右に書き、次の行は右から左とジグザグに文字を書いていたそうです。驚いたことにエジプトのヒエログリフは書き方次第で右からでも左からでも読めるそうです。ほとんどの国と地域で左横書きが主流ですが、世界には違った書き方をする国があるんですね。日本ももともとは縦書きだったので、昔の欧米の国の人たちからしたら変わった文字の書き方だなと思われていたかもしれません。さて今回は以上です。いかがでしたか？江戸時代から戦後まで存在していた右横書きの日本語は、欧米文化である左横書きのスタイルと日本に昔からあった縦書きがミックスした結果だったんですね。そしてその時代といえば右横書きというイメージがありましたが、全ての文章が右横書きで書かれていたわけではないことも分かりました。今ではほとんど見ることがなくなってしまった右横書きですが、
今もレトロさを演出するためなどに使われていることがあります。皆さんも右横書きの文章を見かけたら一文字一文字読んでみてはいかがでしょうか。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。